8話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではレッツゴー。偽物だと？偽物だと？そうなんですよ。どっちが本物の詐欺師が来たよ、詐欺師。これは詐欺られるわけねえだろって言ったら料理王さん、まあ困るよな。ちょっと待って、今さ、ねえ今さ、めっちゃさ、はい、ここね、真ん中らへんにいる兄ちゃん、南海キャンディーズの山ちゃんにめっちゃ似てる。以上です。だからなんだよ、似てない？なんかそんな感じする。お、猛者たちがみんな混乱してるぞ。いけない、みんな動揺している。はい、あの過酷な地下道のマラソンで神経が高ぶってるせいか。ああ、そうか、余計にな、余計にな。おお、証拠はあるんだろうな、あっちが偽物だっていう証拠が。おお、こいつを見ろ。なんだおりゃ、マジか。おい、あの顔、まんまサトツさん、そっくりじゃねえか。そう、こいつはヌメール湿原に生息する人面ザル。それだけで言葉巧みに人間を騙し罠にはめる。そいつはこの人面ザルの仲間だ。お前たち受験者を皆殺しにして食うつもりだぞ。これは言われてみれば確かにそんな気もするが。おお、371の人、あの地下道での走り、人間離れしてると思ったんだよ。いや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 、おー、疑われてんねー。何をするつもりだい。みんなが最初の難関をくぐり抜けた。今誰かモブが殺してやるって言ったぞ。今殺してやる。その場の空気に流されたらまともな判断が下せなくなるぞ。これってやっぱりハンター試験なのかな。うまい、うまい。いいぞゴン、水を刺されたおかげで一気に場の空気が変わった。ゴンはよく水を刺すよね。ゴン、お前ならわかるんじゃねえか。ツボの時もそうだよね。野生児並みの勘でよ、木造り蔵のね。全然はっ、全然ってお前、匂いがしないもん。すごくうまく化けてると思うよ。何でございますか。もう一方はもろ猿じゃねえか。見極める方法ならある。本物の試験官ならハンターのライセンスカードを持ってるはず。ライセンスカード？ハンターの適性を見ることができるのはハンターだけさ。ということは、あの人ハンターなの？お、すっげえ。カードはそいつに盗まれた。もうその時点で終わってるよね。何もかもだ。その時点でありえない。なるほど、ありえるんだったらやばいよ、この詐欺のノリ。持っていても証拠にはない。全員密かクラスだよ。まあ、全員密かクラスは言い過ぎだけど。これはなるほど、なるほど。はっ、やばすぎだろこいつ。これ念込めてるよね、多分。込めてないのかな。込めてたらやばいよ。何しやがる。こうする方が早いでしょ。うわぁ、一発目のトークでもうしっかりと完成されてる。あぁ、強っ、強っ。これで決定、そっちが本物だね、試験官さん。僕たちが目指すハンターともあろうものが、あの程度の攻撃をかわせないはずがないもの、うん、カード取られるとありえねえから。お目として取っておきましょう。しかし次からは試験官への暴行はいかなる理由があろうとも全て反逆行為とみなし失格とします。クール。はいはい、怖っ。わざとらしい。え、ハンターともあろうものが人面猿ごときに騙されるはずがない。奴がライセンスカードを取られたと言った時点で偽物だということは分かっていたですよね。気づかなかった。あ、お二人、あの密かという男はあえて試験官まで攻撃したんだ。もう絡んでる。いいケツしてんな、いいケツしてんな。いつまで見てるんだ。悲しむことはありません。こうした命がけの騙し合いは彼らにとってはまさに日常茶飯事です。おお、食うか食われるか、ハギワシ、それがこの出現の掟です。すごいね。それでは参りましょうか、二次試験会場へ。もう始まってんだよな、ひそかっていうスパイスよ。もう試験が地獄になるよ。ここがひそか怖いからな。またまたまたあ、気をつけろ。このぬかるみ、体力を奪われる。で、オリオンってほんとかわいそうだよね。君だ、ゴン、もっと前に行こう。おう、試験官を見失ったら大変だもんね。そんなことより密かから離れた方がいい、うん、おお、さすが、さすが。人を殺したくてうずうずしてるから。さすがですね。でも怖いんだよ。に乗じてかなりやるよ。この時点で怖いんだよ。なんでそんなことわかるのかって顔してるね。匂いだよ。匂い？ああ、あいつと俺は同類だから。出た。そんな風には感じないけど。それは俺があの猿みたいにうまく化けて猫をかぶってるからだよ。まあそのうちわかるさ。猫要素すごいもんね。キルア。キルアが前に来た方がいいってさ。ドアホー、行けるならとっくに行っとるわい。真ん中の人、リョウさんみたい。真ん中、リョウさん、わかる。リョウツ、柑橘感。かけらもありゃしない。いやー、これまたきついな。さっきはクラさん、今度は足元。見えなくなっちまうぜ。確かにはぐれるのも危険だが、めっちゃダイエットに向いてるな、これ。がもっと危険だ。うわ、怖え。もっとペースを上げるべきだろうか。あ、見捨ててはいけないか。怖えよ。
お、どうし、触れるな、この側。ガなんだ、蝶かと思ったわ。うわ、眠る。えぐ。なんじゃこりゃ。おお、これ死んでるよね。遊戯王のフォースみたい。遊戯王カードでフォースってあったよな。ピロ、助かった。迎えが来たぜ。なんでそう思うんだよ。ちょいちょい声がウボーなんだよ。うわ。何を考えたら迎えが来たって思うんだよ。騙されたんだろう。おいおい、騙されたんだろう。後ろが全然ついてこないぞ。またスクワラ。100人ぐらいはいたはずだぞ。スクワラ、声がスクワラなんだよ。おお、怖いね。ガンガン死んでるよ、ここは。これガンガン死んでるよ。うわ、やばくない？どうやら後ろを走っていた連中はそっくりそのままはぐれてしまったらしい。うわ、死者バンバン出る試験。これがハンター試験ですよ。まあ普通に考えればハンターのヤバさわかるかな。アリ編の時に理解した俺。ハンターってやべえなって。レオリオ、ゴン、他人の心配してる場合かよ。怖いのは人だけじゃねえんだよ。アウトだぜ。うん、せいぜい友達の悲鳴が聞こえないように祈るんだな。ん、おお、始まった。いってー、思いっきり半分刺さってんぞ。いってー、あいつリアルだな。マジリアルだ。何しやがる。試験官ごっこ。二次試験まではおとなしくしていようと思ったけれど、あまりに退屈なんでね。うわ、審査委員会の仕事を手伝ってあげようかな。似てんだよジョーカー。僕が判定してあげるよ、君たちがハンターにふさわしいかどうか。うわ、判定。この間抜けが、間抜けが、一度見失ったら最後、戦闘行ってる試験官を見つけ出すなんて不可能だ。つまりお前も俺たちと同じ不合格者なん。失礼だな、君と一緒にするなよ。わお、わお、メイドの土産に教えてあげる。記述誌に不可能はないの。笑わせるな。貴様にハンターになる資格はねえ。二度と試験が受けられないようにしてやるぜ。キャプネス特徴的すぎやろ。そうだな、君たちまとめてこれ一枚で十分かな。十分だね、十分だね。レディース&ジェントルメン、世紀の大記述誌ヒソカがお目にかけます。ヒソカがマジックショー。いい声、特等ご覧あれ。舞台でもまんまこれだもんね。演技しながらこれだからすごいよ。ヒソカは確か声優さん、ワンピースのクイーンもやってるっけ。城之内とか違うっけ。なんかそんな気すんだけどね。なんかそんな気する。いやいやいや、怖い怖い怖い。こんなのおったら俺もう盛り出して走って逃げるよ。しまった、カバンの中に武器を。おお、レオリオ、やばいね。ちげ、バカなやつだ。わざわざ他人を助けに行っちまうなんてよ。肝臓。よくこんなすげえ道悪いところでスケボーやってんな。沼だろここ。めっちゃデコボコしてるよ。ドゥルルー。あー、いた、コルトビ。全員コルトビ、ポックル。もうポックルね。残るは君たち3人だけだね。ハンターの厳しさを教えてくれた男だよ。君から行くかい。みんなにトラウマを与えた男。バラバラに逃げろ。すいません、バカにしないですからね。奴は強い。どんな殺し屋でも人一人の命を奪う時には一瞬のためらいがあるもんだ。はい。だがあいつにはそれがない。怖いね。確かに今の我々が3人束になってかかっても勝ち目はないだろう。ないです。やってみもしないでわかるかよ。いや無理です。あんたたちも強い目的があってハンターを目指しているんだろう。悔しいかもしれないが今は引くんだ。もう引くしかない、こんなの。いい判断だ。ご褒美に10秒待ってあげるよ。1怖え。誰から来るかで話したもんな。超怖い。さて誰と遊ぼうかな。怖え。ザ殺人鬼。おお、お前はかっこいい。やっぱダメだわ。やっぱこいついいわ。諦めたのかい。何その逆よ。今気づいた、グラさんが戦時と同じだ。やからのヤーさんの人間できちゃいねえんだ。おー、いいね。バカが、かっこいい。超いい。チッバカがってなんか誰か言ったらな、チッバカがっつって発想にならないみたいな打ったやつおったな。ヤクザだっけ。うわーどう。わーうわー怖い。 いい顔だ。怒りと闘志の合間に死の影が覗く刹那の表情。ゾクゾクする。あ、思い出した。血バカがってのは陰獣だ。君はここまでだね、さよなら。陰獣の悪の人が血バカが噛んでなんちゃらだるまだぜとか言って。お、来たゴン君。いいよ、
ヘッドショット。やるね坊や。釣り竿は面白い武器だね。ちょっと見せてくれるかな。この僕に。怖い。近づいてくんな。ヒソカ、てめえの相手はこの俺だ。いや料理ほんとすげえよな。うわあ。まあ実力知らんからね、念やらなんやら全部知ってればこそもう天と地って分かるんだけどね。知らないが吉。仲間を助けに来たのかい。いい子だね。怖すぎる。この触り方やだ。変態、変態の触り方。ん、合格だ。おおやおや、戻ってきちゃったのかい。素晴らしいね。やはり持つべきものは仲間というわけか。クラピカ。もう失神。誰だ。うん、すぐ行く。死体はフェイクとか来るかと思ったら電話が。リオリオ。誰からだよってな。大丈夫、殺しちゃいないよ。彼も合格だから。おお、すごい。立ち向かったからね。返して欲しかったらついておいで。怖、怖すぎる。ヒソカ本当にやばいよね。なんかこの時のヒソカって本当すごいよな。なんなんだろう、このミステリアス感というか、マジ殺人鬼感がすごいんだよね。遊んでるし、なんかすげえんだよな。お、匂い、動物やな。そんなにはっきりわかるのか。レオリオのつけてたオーデコロン、独特だから。オーデコロン、犬だな、ほとんど。それコロンって言うけど、長いのオーデコロンって言うんだ。道しるべみたいに動物たちの死骸が転がってる。動物殺すなよ。ヒソカを狙って帰り討ちにされたんだ。あー、そういうことね。はいはいはい。ヒソカが向かっている先がゴールとは限らない。それはしょうがない。奴は悪魔だ。狩りを楽しむように私たちを泳がせ、うん、殺すつもりかもしれない。そうだね。レオリオを放っておけないよ。えらい。かわいいんだよな、かわいいんだよな。さっき何人か食ったけど。ヒソカが言ってたんだ、うん、俺とレオリオは合格だって。それってどういう意味だと思う、うん、彼は試験官ごっこだと言っていた。つまりヒソカは我々を審査していたのさ。まさに審査。でも俺ヒソカに顔をじっと見られただけだよ。挑んだところだよな。その前にあいつに一発食らわせたんだろ。そこですね。うん、俺はね。でもレオリオは逆に殴り返されちゃったよ。でも挑んだんだよ。それでも合格だって、うん、あの超人的な身のこなし、奴は天才的な才能の持ち主だ。まさに。特に戦いという一点においては我々をはるかに凌駕している、うん、本当にね。しかも嘘つき怖いよ。戦いの嘘つきやばいよ。拳を合わせた瞬間、相手の匂いを感じ取るという、これまでの経験、力量、その他全ての匂いを、うん、ヒソカはまさにゴンやレオリオに自分と同じ匂いを感じたのかもしれないな。ほう、殺人鬼は嫌だけど。同じ匂いを持つ者、今殺すには惜しいと思ったのかも。うん、まさに青い果実やろ。すまない、無神経なことを言ってしまって。うん、キルアも同じようなこと言ってた。同類のやつは匂いでわかるって、まあ、キルアとは言ってる意味が違うんだよ。少なくともあの男にハンターの資質があるとは思えない。キルアな、意味が違う。そうかな。キルアは同業である。ヒソカが俺の前に近づいてきた時、怖くて逃げ出したいんだけど背を向けることすらできなくて、うん、ああもうダメかななんて思った。あの瞬間、殺されちゃうかもしれないギリギリの状態なのにさ、変だよね。俺ちょっとワクワクしてたんだ。変だね。ゴン、はい、俺なら漏らしてるよ。おむつ何個か多分俺だったらバッグに入れてるよ。お、そろそろですか。ブハラ先生か。ブハラ先生っぽいな。おお、この横顔は宙に似てんね、今のおっさん。横顔はめっちゃ宙に似てる、誘白の。とうとう来なかった。なんかこういうの気づけるの楽しいよね、何週目からと。でも作者が同じだからこその中に似るんだよね、タッチが。ミイラ取りがミイラになっちまったら世話ねえぜ。仲間助けに行って合格を不意にしちまうなんてよ。ミイラ取りがミイラね、うまい。ゴン、おお、喜んでる。ゴン、すげえ喜んでる。終了、皆様お疲れ様でした。うん、ここビスカ森林公園が二次試験の会場。余裕で死者出た。どうや間に合ったよ。何人死者出たんだから。レオリオとヒソカは、うん、眠ったやつもやばいよね。いやー、クール、レオリオクール。もうヒソカ何なんだろうね。変態殺人鬼なのにかっこいいんだよな。どうなってんだ、大人というかね。だから髪色チェンジはだから正解なんだよね。腕の傷以外は無事のようだ。あっ、だだだだ、顔を見ろ顔。いつも通りだが。どこがだよ。くそー、どこがだよ。いや、面白い。覚えてないの、この絡み。面白いよ。どう言うなよ。どこがだよ。全然覚えてねえじゃん。言わない方がいいかな。うん、では改めまして、このやり取りおもろいな。おめでとうございます。おめでとうございます。今ここにいらっしゃる方々は全員一次試験合格です。素晴らしい。二次試験での皆さんの健闘をお祈りします。なんでトンパがクリアできるんだよこれを。意味がわからん。よかった、やったな。
切るわ。どんなマジックを使ったんだ。絶対もう戻ってこれないと思ったぜ。普通は無理ですよ。普通は無理です。テロリオの匂いを辿った、うん、お前やっぱ相当変わってるな。だいぶな。犬だろ本当は。犬と猫って感じだね。そうかな。キルアは完全猫なんで。一次試験突破148。念を覚えるとき壁になってるもんね。これは予想以上の方策ですな。おすげえじゃん。ですがそれだけに惜しい。二次試験があのメンチと148って言った今。突破148。すごい148。これは予想以上の方策ですな。400からそこまで減ったわけやろ。二次試験があのメンチとブハラ。めっちゃ死んだろうな。お、ブハラ。もしかしたらここで50人。課題次第では残り10人を割ってしまうかもしれない。ほとんど残らんようになりそうだからな。しばらく様子を見ていくことにしますか。ここの試験一番えぐいかもね、ある意味。なんか楽そうに思えて地獄だよね。緊張してきたな。ああ、どんなやつが出てくるかもわからないし。裏のモブがめっちゃ武術家かかもしれないしな。まあ身構えるよね。身構えた結果待っている試験は果たして、はい、ということで今回もすごい回でしたね。やっぱひそかだよ。なんか本当にね、ひそかが出る回っていうのは神回だなというふうに思いますね。ということで次回9話でございます。いよいよ試験もやばいところになってくるわけでございます。さあということで今回はこの辺で最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!